いおりは2つあって、1つ目は4月号の撮影で表紙をさせていただいて、ニコプチネットに乗るまで私も知らなくて涙が出るほど嬉しかったです。で、2つ目はお泊まりの時にフードウルフをやって、シュークリームの中にわさびが入ってて初めて食べる味だったから楽しかったです。あ、髪めっちゃ乱れたかも。そうそう、やっぱ一番はお泊まり会。前からみんなで一緒にご飯行きたいねとか、遊びに行ったりできたらいいよねって話してて、初めてそのお泊まり企画でみんなで一緒に夕ご飯食べれて楽しかったし、本音トークとかもめっちゃ泣いちゃったんですけど、みんなの本音も聞けたし、やっぱ卒業は悲しいけどみんなの絆が深まって、これからもみんなで頑張っていきたいなって思いました。裏話的にあの後ってみんなで話してたりしてた？話しました。寝る前にちょっとだけ遊んでいい時間っていうか、そういうのがあったんですけど、みんなでぷよぷよしたりとか、いっぱいゲームとかお話ししました。2人は本当に仲いいのか検証ゲームをして、怖っ。少し簡単なものから徐々にちょっと難しくなってます。分かんないかも。名字がない。名字がない。はい、リノです。関谷いおり、正解です。いや、待ってください。え、ちょっと待って。いや、何月かは分かるんですよ。あ、じゃあ、そういうのも。あ、何月かでもいいですか。いや、待ってください。せーの、4月。2合ってる。12。え、12。え、4月。4月。合ってました。すいません。でもタンプレもらいました、ちゃんと。え、違う、まだあげてない。まだあげない。今日あげます。去年持ってきました。一昨年か、一昨年もらいましたよ。あのリップ、ロマンドのリップもらいました。せーの、紫色。水色好き。おいー、リノ、ピンクと水色と紫です。よっしゃ。せーの、グミ。シャーイエーイ。せーの、いちご。ねるね。あ、やった、それもやった。いや、でも迷った。インスタにとかあげるほどねるね好きなんですよ。はい、あげてます。恥ずかしいじゃない、自分で。ちょっと恥ずかしい、自分で言うぞ。せーの、コミュ。せーの、積極的に話すこと。もう一緒。コミュ力です。積極的に話すことです。だって絶対スルー気しない。目を揃わないと。わかんない。せーの、いつも笑顔。優しい。でもほぼ、だってさ、優しい人は笑顔が溢れてるから。正解。超弱くこうなっちゃってるのもとってもなんか面白かったし、箱の中身を当てろみたいなやつがあって、ロケバスさんの頭をもじゃもじゃした頭をこうやってやるシーンがあって、めったにやることないので印象は深かったです。リッコと同じなんですけど、ひまわしの撮影でメンモがダンスをずっと踊ってて動画で撮ったりして、今もアルバムに残っています。それをよく振り返ったりして、ひまわしの撮影楽しかったなって思い出して見てます。
本当に仲いいのか検証ゲームみたいな。おー、いいじゃん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 。そんなんな、せーの、せーの、泣きはま。せーの、4月21日、1日違い。ファッションアイテムリはよくよくで、よく最近よく身につけてる。せーので、リボン。待って待って、じゃああれにする。あれかな、よく食べてるやつにする。あれだ。いっせーので、アボカド。あれ緑一緒やしな。うん、緑一緒だよ。緑抹茶も大好き。抹茶も大好き。どっち。どっち。瞬間はあれな、なかった。いっせーので、リコリリツインズ。そうや、それか、でやったんです。それか、気回しでもやる。そう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 。そんなん恥ずかしいやん。そうそう、あれあれ、ちょっと恥ずかしい。あれあれ、どれに決まってる。せーの、面白。一緒じゃない。ちゃうんですよ、これは。リゴ、リリの面白が大好きです。あの、そういう企画もさせてもらったから言いました。あれかな、けどこれ違かったら恥ずかしい。え、大丈夫。うん、あれやね。いっせーので、モデル意識。おどこら辺がすごい。やっぱりもうリコはそうです。すべて、すべてすごい。あ、すべてすごい。あの、モデルとしての意識がな、高いよな。はい、高いです。高い、高い。ニコプチの中一もの、お泊まり会の時にリコのお団子をリリが結んだ時にめっちゃ大きいお団子してて、リコが歩く時にずっと揺れてて、それずっと面白くて笑ってました。2人は本当に仲良しなのか検証ゲームとします。せーの、先浜。葉山、葉山。リコとリノとリリがほとんど同じ誕生日だから。せーの、4月20、1月28です。一日間違い。4月20って言いました。正解です。イエーイ。どっちもフルーツ。よし、あら。せーの、リンゴ、リンゴ、リンゴ。正解はイチゴとメロンです。でもリンゴも好きです。だって青森だもん。多分簡単だと思う。せーの、チョコレート。あ、チョコも入ってます。だから正解です。やった。どうしよう、2つあるな。2つ言います。せーの、メイク研究&コーデを組む。あ、大事です。暇の時あったらメイクの練習か、あと家にある洋服とか組み合わせてコーデ作るのが好きです。趣味は、OK、せーの、 TikTok を撮ることと話すこと。あ、話すことだ。うん、話すことです。趣味ゴリラ。なんか思いつかなくてかなって思ったんですけど、喋ることでした。よかったね。この前の週一だけのお泊まり会がめっちゃくちゃ思い出になってて、マジでめっちゃ楽しくて、なんかみんなで一緒にご飯食べて笑い合ったりはしゃいだり、本当にマジで思い出に残っていて、絶対またしたいなって本当に思います。もっと顔近づけて、ケーキ。で、後ろ今の間に拾っといて。あ、そう。
そう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 。ちょっと待ってね。はいはい。目つぶって笑っちゃってるとかも。あ、そう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 。え、食べていいですか？食べていいよ。オッケー、食べちゃおう。で、うんってこっち見て。でも2つあります。リアナは1つ目がニコフェスです。人に見られることとか注目を浴びることが大好きで、去年プチモンとして出演できたっていうのがすごく嬉しかったです。そしてオープニングステージにも出させていただいて、ニコモの子たちと一緒に動画撮るのもすごく楽しくて思い出に残っています。あと1個はやっぱお泊り会です。あの1泊2日だったんですけど、天国のように楽しくて、たくさん写真撮って、たくさんみんなで泣いて、思い出話とかしてから、もうすごい楽しかったです。いろいろあったと思うんですけど、だけど辛いことを乗り越えたら楽しいことが待ってるっていうことをニコプチでは学べたので、これからも自分らしく努力して輝いていきたいと思います。ニコプチありがとうございました。バイバーイ。本当に仲いいのか検証ゲーム。え面白そう。やばいやばい。頑張ります。やっぱりマウス。いけます。いける。せーの。4月24日。さすがうちら。ウケる。え、超やばくない。せーの。カリボーのグミのやつ。え、そうそうそう。カリボーってえ、なんかクマのグミのやつって言いました。え、ガチ嬉しいんだけど。すごい。え、じゃあ待って、ヒント出していいですか。お願いします。今日持ってきました。え、もう食べてました。は？は？嘘じゃん。せーのが3、はい、コロロ。え、ちょっと待って、違かったらさ、最悪だよね。ここまで来たのに。ガチそれは。せーの、アイドル。韓国アイドル。前言ってたから、それにダンスめっちゃ上手だし、ジュリア。絶対そうかなと思ってアイドルって言いました。せーの、モデルアナ女優。お、え、でも当たってますよね。当たってます。ギリ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 あるかな。ええー、ガチで嬉しい。どんどん思ってくれてんだろう。せーの、影響力があるかと。いつもハイテンションでみんなと仲良くなれて、みんなに影響力があると思います。え、嬉しいです。嫌なは自分ではジュリアのこと何でも知ってるってことを言いました。なんやろ。え、もうたくさんありすぎますよね、ジュリアは。せーの、誰でも仲良くなれるとこ。はい、スタイルと SNS の投稿頻度とかも、もうすごいし、ダンスが上手いところです。嬉しい、マジで。ちなみにジュリアちゃんは？え、人、誰とでも仲良くなれることです。うん、確かに。ということで、二人の仲良し仲良しチェック調査でした。ありがとう。また見てね。スペシャルカットを撮りました。ここで一つ発
一緒に6月号で東取りたいって言ったから、それかなうことができて嬉しいし、ね、最後の卒業後で東をこの7人のみんなで飾ることができて本当に嬉しいです。ありがとうございます。卒業生みんなで表紙を飾ることって今まで見たこと、やばい、ない、初めて、リコが見た中で初めて、表せないくらい嬉しいです。もう自分卒業するまでに撮影じゃない。言葉が出てこん。表紙は飾ることができないと思ってたから本当に嬉しくて。マジびっくりです7人で表紙飾ることが一番嬉しかったし、そのみんなも夢に思ってたことで、ちょっと今頭がおかしいです嬉しい。いや本当になんかなんだろう、この7人で表紙できたことがガチで嬉しくて、なんかもうみんな6人全員に本当に感謝を伝えたいです。ありがとうみんな、ありがとう。まさか今日これが表紙やと思ってなかったし、でもみんなと一緒に最後表紙ができて嬉しいです。大好きなみんなと大好きなみんなとこの最後飾れてよかったです。7人が表紙のニコプチ6月号、みんなゲットしてね。